のミッドナイトツアーですけども、2014年から毎年この時期に行っていまして、新聞に触れて山形県のこと、地元のことをよく学んで、151番新潟にある記事が参院議長に自民3党氏アドレスがあるんですけれども、9月になって、はいはい、ありがとう、はい、はい、これがデスクが直した部分になります。書いてます。今いるのは、あそこにいるのは県庁班の一人ですね。それから分かってる情報をまず入れようということで、震度6弱、鶴岡で震度6弱と。もうこれです、これ一回削除してもらえる。で、今空白が少し空いてますけども、それを彼がどういうふうに今からですね、簡単に記者パソコンっていう、記者さんが使ってるパソコンですね、こうですね、撮ってきた写真の一覧とか、こういうの見えるんですけど、こういうふうな見えますか。で、山形新聞の謎加工は、皆さん読者の方に綺麗だなって思ってもらえるような色合いに調整する仕事をしています。ちょっといろんなもの入ってますけども、このホームページの中にはニュースがあります。ちょっと地盤が一番近い、このニュースの動画になります。引いてきて一体どんなものなのかと、若干ね、簡単にですが説明をさせていただきたいと思います。後ろの方、一番上が黄色のインクということで、紹介印刷をスタートします。日駅機長、スタートボタンを押してください。日駅機長ですよ。いつか近づいてもらって、これ何？